テレポビズスポーツ庁の室伏広治長官が病気を患い治療を受けていることが分かりました。週刊新潮のニュースサイトデイリー新潮が悪性脳リンパ腫と報じましたが、室伏長官は個人情報だとして病気についての詳細は明かしませんでした。室伏長官はこれまでも公務に支障をきたさないよう努めており、今後も東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて全力で努めるとコメントを出し、公務を続ける意思を示しました。テレ東ニュースとテレビ東京ビジネスオンデマンドは、この春、テレ東ビズに名称を変更します。これからもテレビ東京の経済ニュースやマーケットコンテンツをより力を入れてお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。